皆さんこんばんは。2018年3月の3日、19時26分です。よろしくお願いします。何だったんだろうね。なんかアイラがすげえ酔っ払ってたわ。アイラにコラボ凸マッチやれって言われて、コラボ凸にしました。よろしく。はい、ワド2。コラボ上がってくる人は、コラボ上がってきてください。はい、いらっしゃい。なんかアイラ様子おかしかったね、今日ね。何だったんだろう。はい、ワード2。じゃあ、コラボあげます。コラボあげます。れ？コラボつながんない？あれ？コラボは？あれ？コラボは？なんでキツネやねん。アイラ多分上がってくると思うよ。なんだろう。お疲れ。様子おかしくねえよ、バカ野郎。聞こえる？様子おかしくねえよ、バカ野郎。いや、様子おかしかったよ。おかしくねえよ、バカ野郎。ねえ、酔っ払ってんの、また。おかしくねえだろ。いや、おかしかったでしょ、今何がおかしいのよ、じゃあ。日。いや、おかしいでしょ、言ってること、長電話とか。何がじゃあおかしい？ちいや、だから顔ゃん出とし。言ったらおかしくないから。いや、おかしいって。なんか機嫌がいいし、なんかいいことあったの？ちゃんと言ったらおかしくないもん。何もう、今日酒どれくらい飲んだの？いや、全然飲んでないし、何がおかしいか言えない時点でおかしいだろ。お前の方がおかしいよ。いや、だって普段こんな絡み方しないじゃん、アイラ。いや、だから今日はこういう感じ来てるだけじゃない。あ、他の人もコラボ上げていいの、アイラ。いいよ。いいの？上がっていってよ。ねえ。何？今日は絡み酒なの？いや、絡んでないじゃん。何？じゃあ、アイ今ラっ日てはこうさ、いう感じなだけじゃない。アイラってさ、花火師さんと恋愛関係とかになったりすんの？ない。ないの？色恋とかやってんじゃないの？全くない。あ、色恋ないんだ。セックスしたいけどね。ああ、女の子と？違う。男？違う。何？花火あげてくれる人。花火あげてくれる人とセックスしたいの？そう、でも俺は LINE で全く言ってないけど。なんでわかる？わかんない。なんでセックスしないの？自分のことすげえ好きなことセックスするの好きなんだよね。おー、花火師がそんなに好きってこと？だ。自分のことそんなに思ってくれる人が、本当はセックスしたい。なるほど。なんでしないの？なんだろう。それやっちゃったら終わりって思ってるよ。ああ、配信者として。じゃあ、これからもセックスはしないんだ、花火師さんとは。すげえ近場の近所だったらするかもしれない。ああ、た北海だ、道に住んでて。全員言うよ、したって。なるほど。今まで一回もリスナーと車れ、え、なに、今まで一回もリスナーとパコったことないの？死ぬほどあるよ、ニコ生。ニコの死ぬほど？何人ぐらい？50人ぐらい。50 人？50 人？エバードって経験人数何人ぐらい？俺経験人数10人オーバーぐらいじゃん。うるせえよ。何うるせえって。童貞じゃねえ。童貞じゃねえだうるろ。せえよ。童貞じゃねえだろ。10人以上セックスしてんだから、なんで童貞。十何人は童貞じゃな、嘘つくな。配信で十何人は嘘。童貞じゃないでしょ。いや、なんだでから童、嘘だって、嘘つくなって。嘘じゃねえよ。いや、嘘つくいや、なっさつきだろ？アスて。カだだろ？からリスナーが知ってるだけのこさとつ言うきだな。ろ？あずさだろ？
つまんねえ。なんで嘘だって言ったんだよ。あ、面白くない。あずさに謝れよ。いや、面白くねえよ。童貞じゃねえよ。だから、リスナーが知らない部分でやってんだろ、当たり前に。やってないでしょ、のんちゃんと付き合ってんだから。なんで全部、お前の人生、リスナーは全部放送されてんのかよ。何言ってんの？何言ってんの？リスナーが全部今お前の人生放送されてるわけねえだろ。んー、言ってることがよくわかんないわ。何？え？何？何？だから、うん、何今の？うん、いや、お前の人生を、もう今ボタンミスったよね。ミスったよね、うん、はい、どうもどうも、あ、お疲れ様。お前の人生を、うん、あやさんどうしたの？経験人数は嘘。うん、いや、10人以上はいるよ。いや、嘘です。うん、お前は100人だったよね。うん、ベジータさん声小さいかも。くだらねえから。うん、ワード、それは分かってよ。こんばんは。あ、すいません、こんばんは。ワードさん、すいません。いえ、お邪魔します。ごめんなさい、ちょっと話してもいいですかね。あ、どうぞ。満喫でございます、すいません。あ、満喫じゃ。ちょっと相田さんに言いたいことがあるんですけど。何よ。さっき相田さんが自惑、いや、ちょっとさっき言わせてください。もうかぶすのはいいから。相田さん、先に言わせてくださいよ。バカ。いや、いいから言わせてくださいよ。アイラ声小さい。アイラ声小さいからセッティング上げて。ちょっとアイラさん、ちょっと黙ってください。ちょっと言いたいこと言わせてくださいよ。まず、さ、もう散々、もう散々、いや、盛り上がってどうです、僕は。ちょ、ワードさんすいませんけど、盛り上がるか分かんない、分かんないけど、言いたいことがあるんですよ。言っとけよ、盛り上がるか。言っていいですよ。ワードの枠だぞ。だけど、ワードさんが上げてくれたから今。あ、いいですよ、言って。だから、アイラさんが、だから、盛り上がるとか分かんないません。ただ、言いたいことがあるだけ、アイラさんに。言っていいですよ。いいです、すいません、あれです。はいはい。いやいや、ワードの枠だぞ。いや、だから今、ワードさんいいって言いましたよ、今、アイラさん、ちなみに。聞こえました。聞こえます。じゃあ、いいですか？ワードいますよ。俺いいよ、全然。よくわかんないけど。じゃあ、言わしてもらいますね。じゃあ、聞いてください、アイラさん。じゃあ、いいよ。聞く。あのね、まず、アイラさんが自枠でね、そのブロックの件、僕の件ね、営業してるからどうのこうのって。で、確かにね、その、本枠で、あの、行ったこともありますよ。その失敗してね、花火を投げるために僕本枠で投げたんですよ、アイラさんとか。まあ、あの別アカウントで来いって言われたのにね、言われても、まあ、行ったんですよ。まずね、聞いてくださいよ、ね、それで、あの、まあ、怒られて一回ブロックされたんですけど、また解除してくれて ね、アイラさんが僕のことを、ね、で、あの、別アカウントで行ってたんだけど、また結局ね、誰このニャーって。これアイラさん、これちょっとやめてくださいよ、今。誰だよ。誰今にゃーって。いや、アイラさんです、多分。で、その、で、それでね、いや、もういいから、アイラさん、聞いてよ、ちょっと。アイラさんで、多分ってなんだよ、てめえ、この野郎。いや、もういいから、聞いてよ、そこは。もういいから、そういうのはいいから。いや、いいから、いいから。いや、最後まで聞く、さっき、最後まで聞くって言ったでしょ、今。言い上がりつけんなよ、今。今、最後まで聞くって言ったでしょ。言ってねえのに言うな。言ったでしょ。言ってねえよ。はい、聞いてよ、早く。まあいいから、その続き言わしてよ。それでね、言ってねえの。しかも、アイラさんの、アイラさんの口から、ね、お前、ワードの枠だぞ。いや、ワードさんが今いいって言うか、しかも、閲覧今上がってるから、関係ないし。ワードの顔見ろよ。今、閲覧上がってるから、俺が来てから。ごめんけど、アイラさん。お前、閲覧なんて関係ねえんだよ、ワード。じゃあ、どうわ、じゃあ、沸かしてじゃ何、アイテムなの、じゃあ。ワードは自分の技術で厚上げたいやつなんだよ。いや、だから今下がって邪魔はしてないじゃない。必要としてねえんだよ。ねえ、下がってないじゃない。でも盛り上げてるんじゃないの、これを。じゃあ和道さんにとっては、あのね、こんな野じ馬じゃない。じゃあ和道さんに、じゃあ聞いてみれば、じゃあ今俺がね、ことで何喋ろう。うるさいな、この人は。本当に喋ろう。まず喋らしくて言ったんじゃないの、あなたは。ねえ、情けない。俺みたいなゴミに対して喋ろって言ってんだろ、ね、発言権もくれないの。喋ろって言ってんだろ、だから。一回ね、話をね、一回ね、まとめろ、バカ野郎。だから今言ってるじゃない。トロクセンだよ、てめえ、この野郎。言ってる、今。トロクセンだ、バカ。いや、だから言うよ、続きよ。で、結局、アイレさんはね、本若で来いって言ったのよ、あんたの口、自分自身で。もう、きつおいいぞって、本若で来てもいいぞって言ったのよ、まず。
ね、言ったのにもかかわらずぐち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 酒飲んで忘れてるのかもしれないけど、ね、俺をまたブロックしたんですよ、そういう理由で。嘘をついてね、まず。その件覚えてますか ?JT? はい。JT? はい、どうぞ。うん、酒飲んで忘れてた。じゃあ、まずそこを謝ってくださいよ、じゃあ。俺は確実に聞き。なんで？なぜ？この時に謝る必要ない。いや、でも自分が失敗したんでしょ、それは。アイラさん。ナンバーワンともあろうお方が情けないね。こっちから言わせてもらえれば。知らねえ。ね、いや、でも自分ででもやったことですよ、まず。嘘をついたって知らねえもん。いや、だけど自分が言ったんですよ。だから俺、本若で言ってたんだから。だから知らねえって。お前、ちっちゃいんだよ。めんどくさい。いや、ちっちゃいって。あなたさっき2、300の前で、俺のこと。盛り上げること考えろよ。いや、今、盛り上げ、閲覧上がってるからごめんなさい。アイラさん、上がってますよ。ね。上がってんの？上がってますよ。じゃあ、上げろよ、じゃあ。で、それで。俺もちょ、なるほど、今下がっといて、今。お前さ、アイラにごたごた言う前に、お前の娘だよ、お前の娘。どうでもいい。お前の娘に対しての、ちょっとお前さ、こんなインターネット配信の、もういいね、あなたも娘がいいんじゃないの？一配信者に対していません。いません。ごめん。いません。インターネット配信者の、ね、アイラ君に向きになる前に、あなたの、ね、離婚した、あなたも離婚してますよね、娘のこと必死になってくださいよ。名古屋さん、あ、頑張る？離婚してますよね。こうやって頑張る？名古屋さん。アイラにムキになる前に娘のこと必死になれ。いや、もういいから邪魔をするな、今。だって、ワドウが上げてくれたんだから。下がれや、早く。いや、ビキになって。アイラになんか必死になんなくていいから、お前の生き別れた娘のこと一生懸命やれよ。聞こえない、アイラ。アイラの声小さい。アイラ、ちょ、声がちっちゃい。うん、いいよ。よくアイラに必死にならなくていいから、キツオは。ね。いや、もう娘のこともっと一生懸命やれよ。ちょっと黙っときますね、僕は。いやいや、黙っときますね、じゃなくて。だから娘のこといいの？あ、いいですか？じゃあちょっと黙りますね。娘って何？いや、こいつ娘が言ってさ、アイラ、娘。おい、娘いんのか、てめえ、これ。そう、大事な娘守れずに。あ、黙っとくんじゃないの？黙っとくんじゃないの？いや、名古屋さんいますよね。もうめっきりいますよ、名古屋さん。いません。はいはい、いません。大丈夫ですか？養育費払ってないでしょ、名古屋さん。大丈夫ですか？悪化しますね。全部めっきりますよ。必死ですね。はいはいはい。じゃあ、証拠をどうぞ。証拠をどうぞ。じゃあ、今度、ちょっと、お願いします。娘これ適当に吹かし回ししてるんで、はい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 、あの自分自身がね、あのその離婚して浮気を気にしたっけ、マンクスさんは。じゃあ名古屋さんのバツイチの原因は何ですか。いやいや、バツイチではないです、僕結婚してない。バツイチですよね、養育費払ってませんよね。はいはい、話をそらしましてね、あなたは話をそらしまして、ええ。いや、僕はだって自爆で娘がいるんだよね、お前。いますよ、自爆で言ってますよ。なんでアイラなんかにムキになって、別に何の関係がある、娘とアイラさん何の関係がある、リアルの娘に対してかぶせて逃げんなって、お前さっきアイラに言ったじゃん。情けんな、かぶせて逃げる。結局また売名ですか、名古屋さん。こんな形ですか、かぶせて逃げちゃって。情けないね。いやいやいや、アイラにグズグズ言ったお涙ちょうだいドンチキなんかしなくていいから、あなたは自爆でこじってなさいよ。お金がないんでしょ、名古屋さん。こじってなさいよ。いやいやいや、娘を逃げる。あなたも子供がいるんだから一生懸命稼ぎなさいよ。いやいや、いいいい、そう、話そらさなくていいんだけど。いや、あなたもだから。俺が言ってるのは、そのアイラに対してさ、どうでもいいの、あげたのさ、ブロックされたの、そんなことどうでもいいの。いいんだよ、そのままでいいから。雑魚すぎるな。いや、マリクソはお前、アイラに噛みつかなくていいか。娘のことは考えてれば。じゃあ、喋っといても、はいはい。空気読めよ、こら。誰？え？何？キツオの加工が必死じゃん、俺のディスに。いや、ちょっと待って、お涙ちょうだいって誰？いや、分かってるよ。何が俺が落ちろっつってんじゃ、こら。いやいやいや、いいやついたよ、今。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとこのネタぶっこんだから、俺落ちるわ。うん。頑張れよ、キツオ娘のためにな。まあ、ね、続きはしてもらいますよ。いいですか、アイダさん。うん、いいよ。
でね、そのブロックの件もあるし、うん、であとあなた言いましたよね、うん、呪縛で、ね、いやお前満吉夫が、満吉夫が、ね、いやお前俺も好きなの、いやもう今その話どうでもいいから、どうでもよ、いやどうでもいいでしょ、当たり前でしょ、お前俺のことまず好きだって泣いてたらいいじゃん、いや好きだった、好きだった、うん、好きだった、泣いてたのに、過去形ですよ、なんで俺もう聞いてやんねんのこのバカだれこの35号、いやもういいから話を聞いてよ、もう何なのこれは、和道くん、え、なに、なに、俺和道に言いたい、うん、他のやつ黙っとけよ、和道さ、他の狐黙っとけよ、こら、好きだって言うならさ、うん、ベジータいらない、うるせえわこら、もう誰この、ちょベジータさん、ちょ落としてやこの人、誰この人、ならない、いやいやいい、いいつまんないってね、今挟むのつまんないって、別れって、いやいいや、じゃあとりあえず聞きましょう話を、はい、誰だよこいつ、どの立場だよ、うん、ちょっと待って整理するね、ベジータさん言いたいこと先に言って、うん、それがいいっすね、まあ、とりあえずそのね、うん、俺言いたいのはその水増しのやつね、一件、うんうん、水増しのやつ、最近できたなんだっけ、ツイキャスの新しいシステムできたじゃないですか、あーつまんねえなー、あれ爆走とパルパルなんですよ、パルパルと爆走がやってるってこと、そう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 、水増しはね、うん、いや、すでに暇。じゃあ、さよなら。いいよ、して。もう、それで言いたいこと OK?、うん、ベジータさん OK?、ベジータさん、あと、俺の時間取ってること分かっとけよ、俺。おい。ベジータさん、言いたいこと言って。なかったら落とすよ。ね、うん。あと、なんだろうな。まあ、ジェダイのおっさん、うん、いや、ジェダイとか爆走とかツバニャンとか今全然関係ないから、ごめんね、落とすね。ベジータさん。はいはいはい。うん、またね。また今度やろう。うん。うん、ありがとう。はい。はい。正解で。はい、ごめん、整理しました。続けて。俺とワドを舐めんなってことね。いいですか、アイラさん。喋れ。で、アイレさんがね、自枠で先ほどね、アイレさん自身のリスナーさんをね、俺がフォローをして泥棒したって言ったんですよ。誰ですか、じゃあ、ちなみに。僕フォローしたことないんですけど、自分から。うん。誰ですか、言ってくださいよ、名前を。うん。もししてたら謝りますから、僕はじゃあ。したことない、うん、ちなみに自分ではね。うん。はい。偉いな。どうですか、うん。いやいや、違くて、早く答えてください、そこは。偉い。また先に逃げるんですか、アイラさん。ね、先に逃げてるの偉いっす。結局酔ってたらまた全部忘れちゃって、それで全部いつも済ますでしょ、僕の時。いや、何も言ってない、ね、偉いっす、船長。いや、だからその件、ちょっと待って、状況がわからないリスナーさんもいるんで、僕、ちょっと間に入っていいですか。あ、お願いします。今、アイラさんとマンキツオさんが揉めてるっていうのは伝わってるんですよ。で、その原因っていうのなんですけど。え、マンキツオ、俺で揉めてんの、じゃあ、ちょっと、整理させて。あの状況ね。で、マンキツオはさ、整理もさ、そうなの。いや、もういいから、今、これ、和道さんの、ですか、間さん。和道さん。和道関係ねえから、喋ろいいから。さっきあなた、和道さんの枠だから、ああだの、こうだの言ったでしょ。むちゃくちゃ言うんじゃないよ、本当に。え、で、何、花火師を取った、取ってない。お前さ、和道の枠なの。だから今、和道さん喋ってるじゃないだから今。俺の枠で上がってこいよ、じゃあ。さっき申請7回も8回も出したわ。上げてくれなかったあなたでしょ。じゃあ今すごいよ。いや、今、和道さんの枠だから、このままやってよ、めんどくさいから。てめえ、上がってこなかったろ、さっき。だから何回も申請出したって言ったでしょうが。だからここでやっていいの。全然、もう始まっちゃったから、この枠でいいんだけど、そうこの枠でいいんだけど、要は、花火賞取った、取ってないとかで揉めてるってことで OK?そうですね、その話ですね。こいつが上がってきてねえの、俺、こいつのは、バイル行為解除してたの。あいら、花火賞取られたんで、誰のこと言ってんの、そう、言ってくださいよ、誰か。てめえだっつうの。
え、てめえってどういうこと？誰か知らねえ、お前誰だよお前。だからさっきからあなた満喫ってあなた自分で言ってますよね。あ、きつそうなの？嘘、もうワードさんこの人ダメだわ、もう飲みすぎても言ってもダメだわ。俺の枠で上がってこえれんだろ、うん、でだからここでいいじゃないですか、せっかく500人もいるし、もう580も。うわ出たこれで。せっかくだから、だからお前ダメなんだよ。俺は全然構わないよ。ワードさんに悪いと思わないだから使えねえんだよ。俺は構わない、構わない、もう構わないから、ここでやろ。しかねえんだろてめえ。いやだから早く話を進めましょうよ、どうでもいいから。くだらねえなお前。だからお前クソつまんねえんだよてめえ。え、つまんないって。閲覧も最近アイラさんとあんまり通常時変わりませんけど、ちなみに同時閲覧アイテムは、いやそれアイテムは正直全然負けてますよ。で負けてますよ。ああ何、え、負けてますよ。マンキツオさんは心当たりあんの、アイラさんに。ないです、一切ないです。まず僕自分からフォローしませんから、ほとんどしませんよ。じゃあ撮って、配信者の方はするかもしれないけど、撮ってないってこと。花火師を一切撮ってませんね。したことがないです、今まで。じゃあなんでアイラは撮ったって言ってんの。僕を潰すためですよ、これ完全に。潰す？お前に興味ねえよ、はい。じゃあなんでそんな嘘をついたんですか。じゃあ答えてくださいよ。答えてやろうか。はい。お前のリスナーは、お前がディフェンス型の配信者だから、お前のリスナーだけが調子生きるんだよね、お前のリスナーって。お前が調子乗らないから、お前のリスナーが調子乗るんだよ。だからこうやってコメント流れてんだろ。え、何の話？今全然花火師の話してるんじゃないの、アイラさん。花火師の話。何あれは、こう口挟むの？いや、当たり前でしょ。今全然違う話してるから。怖いな。え、あなたでしょ、弱いの。結局逃げるんでしょ、そうやって俺みたいなクズに。じゃあさ、1分ずつ？ねえ、マンスリーめっちゃ下で俺にビビってんの？ねえ、ビビってるんすか、アイラさん。誰が食べんの？いや、アイラ喋っていいよ。誰が喋るんですか？アイラ喋っていいよ。アイラ喋っていいよ。誰が喋るの？ワードが決めろ。アイラ。じゃあお前黙れよ。ちょっと、うんぐらい言えや、ゴミが。いやだから早く喋ってくださいよ。じゃあてめえがうんぐらい言えや、ゴミが。じゃあはい、喋ってください、どうぞ。読めバカ野郎。どうぞ。で、てめえのリスナーが基本的に、おめえはディフェンス型の配信者。つまりどういうことかというと、お前はリスナーをラジコンなんだよ。だからリスナーが生きがるんだよ。だからこうやってコメントしてくるだろ。てめえ自体は大したことないの。何もできねえ。いや、アイラね、俺、それ話して、ね。アイラさ、アイラさん、ちょっとディフェンス型とかオフェンス型とかじゃなくて、マンキツオさんが言ってんのは、花火師取られたって言うんだったら、誰なのか証明してくださいって言ってんのよ。誰のこと言ってんの？花火師取られたって？取られてねえよ、こいつに。さっき言ったじゃないですか、あなたは。ワドさんもさっき聞きましたよね、ワドさん、絶対ね。あまり言ってないよ。さっきワドさんとあなた通話中に言ったじゃない。むちゃくちゃいいんじゃないよ、ほんとに。めちゃくちゃだよ、アイラ、ちょっと。言うわけねえだろ、これがフワッチのナンバーワンの正体なんだよ、ほんと。情けないな。取られてないの？じゃあ。あれ、情けない？取られてないの？そんな嘘虚言で、虚言で自分の城にこもってね、そうやってやってるんでしょ。情けないな、本当に。城にこもってない。こもってないですか。軽くてもで、ね、結果出せないのはどっち。いや今であなたはあの配信歴どのくらいですか。僕まだ1年経ってないんですけど。配信歴で言うの、ゴミゲ。いやそうでしょう、もしかしたらワンチャンあるかもしれないじゃないですか、別に。あれ、ね、で結局僕はじゃあ花火師を取ってないんですね。だから言っていいよ、キツは。いや話、逆に僕の話聞いてくださいよ。お前が負けなんだよね。なぜ負けなの。じゃあ、あれ誰が負けなの。いやだからあなたが花火師を取ったって言うからね。負けた誰だろう。いや話になんないよ、これ和道さん、これ本当に。話になんないよ。誰負け。あなたの負けでしょ、どう考えても。負けでしょ。誰が負け、ね、誰が負け。マンスリーナンバーワンのアイラさんともあろうお方が、俺みたいなクズに負けたんですか。負けない、ね、俺お前のこと相手にする価値ねえんだわ。じゃあなぜ嘘までついて俺を蹴落とそうとしたの。じゃあ嘘、うん、何の嘘。さっき言ったでしょ、だからあなたの枠で俺が花火師を取ったって。あなたの花火師を。いやフォローしたっていう話でしょ。だからしてないからって。だから誰って言ってるじゃん。あなたしてないんだな、分かったよ。いやそれじゃ困り、じゃあ謝ってくださいよ。じゃあ
内面決定してないんだね、したって。いや、してたから、お前は。もういいよ。いや、じゃあ誰か言ってくださいよ。マジで言ってくださいよ、じゃあ。はい、ね、全然いいから。そのパターンね。何そのパターンって。ただただ俺は嘘をつかれたから言い切ってるだけなんですけど。ねえ。お前みたいなよくいるザコのパターンな。いや、ザコでもいいです。ザコですよ、僕は。全然いいよ、それで。ザコじゃん。だから早く。まともに話もできないの、ナンバーワン。これがふわっちのナンバーワンなの。これじゃ示しもつかないね、アイラさん。示しつくよ、ザコなんだから。お前がザコじゃん。いや、結局でもザコにも、ザコにも論破されてるんですよ。ザコにも。ね、ザコじゃん、アイラさん。え、何？マンキツオさんはアイラを超えたいの、はい、マンセル。いや、全然何も思ってません、僕は。全く。うんうん、じゃ何を全くですね。アイラのもともと好きな配信者だったの？マンキツオさんは。よく見てましたね。はい、ほうほうほう、そうですね、うん。どういうところが好きだったんですか？いや、僕、まあ、ちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、自白では言ってるんですけど、うん、このアイラさんがね、その、なんか自殺サイトっていう、自殺なんとかサイトかなっていう映画の話を話してたんですよ。その人生に例えてね。うんうん、で、あの、パソコンでエクセルかなんか使って、その、じゃあ人生とはっていうのを打って、その後に自分の見解を打っていったわけですよ。うん、こうちょっとそれで俺ちょっと泣いちゃったんですよ、自分のちょっと人生にかぶせてね、恥ずかしいけどね、泣いてしまったんで、そこでちょっと、わ、実はいつもチャラチャラしてんのに、わ、すごいなと思って、ちょっと興奮したんですよ、感動というか。っていうことは、アイラの映画評論で感動して泣いたから、ファンに、そう、そうするんですよ、そこはね。それがきっかけだって。これは事実なんですよ、恥ずかしいけどね。アイラ、映画評論とかやるんだね。やるやん。いや、それ、あの、マンキツはそれ泣いたっつうん。ちょっと恥ずかしいけど、あんま言いたくないんだけど、このやつなんで。ちょっと待って。で、お前、俺よりさ、映画評論語れるか？いや、俺、映画評論得意だよ。やろうぜ。いいよ。何の映画に。なんで今、俺の謝罪を、今、俺は謝罪求めてるんですけど。映画評論俺の方が上手いよ。お前つまんない、今つまんない。俺さ、俺ワドウがさ、すげえ雑学強いの知ってんの。俺ワドウと戦いたかったの。いや、僕も知ってますよ。普段いつも潜ってますから。俺絶対映画で戦いたかったの。お前に負けない自信あんねん、ワドウ。何の映画でやる？全部でいいよ。お前強いの、こっち強いの知ってんの。全部？俺の方が強いから。映画全般で行くの？いやー、ダメよ。いや、全般はないよ。おう、いや、そういいよ、お前喋んどういうこと。いや、まず謝罪してくださいよ、謝罪を。じゃあ、ワドウ、今、キツオいる？いや、いいよ、キツオいるなら、ワドウに任せる。いや、キツオさんは謝ってほしいって。それだけでいいんですよ、僕は。謝るわけねえだろ、てめえに。え、嘘ついたのに？そうやって、そうやってのし上がっていくんですか、ふわっちナンバーワンは。言いたいこと言え。いや、もう言いましたけど、とにかくそれで謝罪を求めたい。それに返してやる。言いたいこと言った？はい、言いましたよ。はい、ちなみにさ、マンキツオさんはさ、アイラに花火どれくらい投げてたの？まあでも知れてますよ。多分3万、4万ぐらいです。多分知れてますよ。ああ、まあまあ結構投げてるんですね。はい、いや、マジか。はい。投げてますよ、普通に。まあ、ごめんな、なんか。いやいや、そこじゃなくて、あの、嘘をついたこと謝罪してくださいよ。じゃないと僕はいつまでもそういうふうなレッテルを貼るから。嘘って何、こら。だから、花火師を取ったっていうレッテルですよ。嘘ついたじゃないですか。あ？なんそうやって脅してくるの？花火もらってて、花火もらってる人にそういうのは良くないよ、アイラ。じゃあ何を嘘ついた？だから花火師を取ったって、あなたは自爆で言ったじゃないですか。てめえ、いろんなやつフォローしただろ。だから、呼んでたから、その人。俺、自分からフォローしてないから、絶対に。今なんて分かんねえだろ、てめえ。フォローしただろ。だから絶対してないって言い切ってるじゃないですか、僕。これいや、今も昔もスタートからずっとですよ、僕はちなみに。俺はもう、呼ばれてたの、今。当たり前嘘ついたんだから。嘘つき呼ばれてたよな。はい、嘘ついてますね。てめえ、フォローしただろ、てめえ。で、誰を？誰をしたの？だから今じゃねえよ。過去フォローしてっただろ、お前。だからしてないから、絶対に。その代わりフォローされたら僕も返しますよ。ほとんどフォロー全フォロー返してますから、僕は。だから今じゃねえよ、フォローしたじゃん。だからもう前からそのスタイルは変わってないの。お前フォローしただろ、だから。だから、もうしつこいな、もう。してないっつってんのに。もう、したんだろ、お前、したちょっと待って、アイラ落ち着いて。アイラ落ち着いて。マンキソさん。マンキソさん、
はい。もうしたってことで終わりにしましょう。いや、僕は絶対嫌です。いや、もう、絶対嫌。アイラがしたっていうことで、もうしたっていう、もうフォローしたってことにしましょう。じゃないと俺ブロックしないっすの。これ完全にあの、何や、刑事ドラマの、活動とか出してくれたじゃないですか、これは。もうフォローしたんだよ。何よ、じゃあ。してないから絶対。だからお前最近はしてねえよ。してるよ俺。なんか最近もずっとスタートからしてないから。俺がお前をブロックしてからはしてねえよ。当たり前だろ。いや、その前からしてませんよ。その前にしてただろお前。その前からしてない絶対に。嘘つくなっつーの。いや本当、私してたら坊主にしますよ全然。坊主にしますよ僕は。いやいや逆にアイラさんじゃしてなかったら坊主にできるんですかじゃあ。何？だからもし万が一ね、僕が嘘ついてなかったらあなたは坊主できるんですか？僕は坊主できますよ。証明を全て出せるならいいよ。じゃあ、あなたが言い出したことなんだから、あなたが証明出すべきでしょう。お前が言ってきたよね。いやいや、あなたが言ってきましたよ、その花火師を取ったどうのこうのっていうのは。うん。そうでしょ？うん。じゃあ、どうするんですか？じゃあ。何？いや、言ってよ。それでだから、いや、あなたは今、俺から言ったよって言ったけど、アイラさん発信ですよ。うん、でも前にはどっちやから。んでだから、してないからって、もう、だからそれ、水かけろじゃないですか。いい加減認めたらどうですか、アイラさん。いや、もういいよ、お前。いや、お前だってさ、前に言ってた、フォローしたことをさ、俺が言ったときって、お前、証拠はねえじゃん。いや、証拠だ。やってないんだから、証拠も減ったくでもないでしょ。っていうかね、一言言わせてもらっていい？はい。まずさ、もう、花火師取った取らないとかってさ、リスナーさんは物じゃないからさ、物扱いするのはやめようよ。いや、そこでいい顔するんですか、和藤さん。だから僕は何も言ってないです、うん。そうでしょ。取ったって言われるから。だって、面白い人が、面白いと思ったところに花火投げるのが普通じゃないの。気にしないんだけど。取った取らないとかさ、もう、なんか、小さい。なんかリスナーを僕はだから言ってないんですよ。ただアイラさんが言うから。じゃあ、万吉夫さんにとかじゃなくて、ね、リスナーさんを取った取らないってさ、面白いところにリスナーさんが流れてくっていうことでいいじゃない。いや違う、そこじゃない、流れるじゃなくて、フォローを僕がしたって言ったら先に。いやだから、そう、取った取らないっていうのは俺のものだっていう感覚から来るわけだから。いや、そんなことはものなんて思ったことありませんよ、僕は。一度たりとも。いや、だから潜在的に思ってるから取った取らないみたいなことで揉めるわけじゃん。いや、取ったって言われたから取ってないって言ってるだけじゃないですか。じゃあ、あのね、俺今、万吉夫さんに言ったんじゃなくて、全体の話として言って、そこで。お前、消えろ、お前。今、面白いことやりたいの。いや、マンキソ一回、後で来いよ。お前いや、もう、いや、どうせ行ったって謝ってくれないでしょ。じゃあ、もういいですよ、僕は。んだ、いいから、今じゃないの。今、俺、なんか楽しい。いや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 、もういい。だって、言ったところで、だって、認めてくれないんでしょ。だから、とりあえず、じゃあ、せめて、酒が抜けた時にお願いしますよ。酒が抜けた時に、アイラさんが。自分のリスナーを納得したいだけだろ。うん、いや、全然。僕自身が納得したいがためだけに来ましたよ。自分のリスナーを納得させたいだけだろ。何、俺のところのリスナークソっていうの？じゃあ、アイラさんのところのクソじゃないの？じゃあ、なんで俺のところのリスナーがクソって言ったんですか？じゃあ、ねえ、なぜ？どこがクソなの？そこはちょっと引けないな。そこは引けないよ。自分のところのリスナーをクソって言われたら意味がわからないね。いや、もう、そこに関しては。固いわ、もう、自分のリスナーをこれ巻き込むなよ。それでお前、自分のどこが巻き込んでんの？いや、ここでさ、少しでもてめえの名を上げてだけだろ。いや、全然いい。そこは全然いい。でも、いつ上がったよ。何回やっても上がんねえ。ね、お前、なんで上がんねえか教えてやろう。お前、つまんねえからだよ。何上がんねえってどういうこと？何回やって、何回バミリか。だから、閲覧に関しては、同時閲覧最近変わりませんけど、飯田さん、そんなに変わりませんけど。大丈夫ですか？大丈夫ですか？つまんねえんだよ。大丈夫なの？お前だよ。だって閲覧あんま変わりませんよ、普段の雑談閲覧は。だから長が上がんないんだよ。いや、マルクさん、謝ろう。なんでですか？謝ろう。絶対、なんで俺が謝る？ちょっと謝るバカ野郎。謝った方がいいよ。いや、これは全面的にマンキソが悪いから。なんで、ね、謝った方がいいよ。一回、マンキソのことかばう。一回謝ろう。ごめん、一回ワドを話させて。ワドさん。いいよ。いや、マンキソ、ちょっとごめんね。あのさ、俺、マンキスのことかばうけど、マンキス、あの、和道さ、うん。マンキスが全部悪いから。うん。
こいつ、こいつ謝らせよ。俺もそう思う。謝らせよ、一回。邪魔なが。一回謝った方がいいと思う。人間として。大手の人たちは、そうやって仮装をされていじめて、いじめ倒していくんですか？あ、そうだって。いや、もう本当に、マンキさん、謝った方がいいって。本当に。言い過ぎだよ。言い過ぎ。いや、じゃあ、言い過ぎ。言い過ぎた。ちょっと言い過ぎたところあるよ。いや、俺はこびね、大手なんかにこびねえから、俺は絶対そんなとこ。いやー、これも面白くない。これも面白くないな。関係ないよ。さて、あなたが影響力がある人が面白くないって言ったら面白くなくなっちゃうでしょうが。これも面白くない。いやいや、違う。違うんだよ。じゃあ、アンケート取ってよ。じゃあ、アンケート。じゃあ、アンケート取ってよ、和藤さん。じゃあ、アンケート。どっちが悪いか。いや、もう本当謝った方がいいと思う。いやだ、ね、真面目な話。じゃあ、アンケートで、じゃあ負けたら謝りますよ。じゃあ、僕は。アンケートで負けたら。いや、本当に、本当に良くないよ。満喫を怒る、もう本当。本当良くないから早く謝った方がいいよ。なんで？いやもう本当に悪いこと言わないから。どこを謝るとこがあったんですか僕の。もう全体的に今日のトーク全体的にもうすいませんでしたって謝った方がいいと思う。なんで閲覧上がったじゃない？いいじゃない別に。いやもう本当にリスナー怒ってるよ満喫を敵に500人が敵に回るよ。えずっとアンケートアンケート書いてますもん。ほらワードがじゃあアンケートやる？誰が悪いか。どっちが悪いかやるよ。いはいおねアンケートお願いしますよ。じゃ あ負けた方どうするのか負けた方どうするのか負けた方謝りますよ謝りますよ謝るね負けたら謝ります謝罪ね絶対謝罪しますよ、うん、あのさ、うん、あのさ閲覧っていうのは高い方がいいけどでもその中でも閲覧っていうのはなこれ長い話する気ないよあのさなんつのいや長いな長うるいやもう今考えてもうお前まず喋んなよあのさ、あのさ、100人、200人だとしても、あの、そこで謝らなきゃいけないことっていうのはなぜかというと、あのね、謝れよ。いや、謝った方がいいよ。うん、だから、アンケートで負けたら謝るって言ってるでしょ。満喫をね、全体的に良くなかったよ。お前よく、ね、どこがじゃ、まだ、どこがですか。いや、どことかじゃない。そういうところも含めて、謝った方がいいと思うこれ大手の完全なるいじめだなこれこういう風に俺が悪い風に持っていくからこうやってただリスナーさんね大手なんか閲覧関係ないからねどっちが悪いか悪くないか答えてくださいね本当にいやちょ待ってきっと、まあ、俺すげえお前嫌いだから言うけどはいあのバドでこいつね仮想配信って自分のことずっと言ってんのうんうんうんあ俺に俺の一歩も生でえ何俺のことを仮想だって言ってんの閲覧言ってもね違う違う僕のこと僕自身がだって言い続けるみたいな、うん、そういう自虐的な感じで自分を持ち上げようみたいな感じのがお前の嫌いなんだよえ何だって、うん、アンケートどれくらいで締める 100人以下は過疎だと思ってますから僕は張ってる人間が好きなのいやだって100以下は過疎でしょ拍手ってアンケートじゃあ300で切るよお願いします300でお願いします、うん、300でいくねじゃあ続けよアピールした方がいいんじゃないの俺は悪くないって満喫を言えば言うほどでも悪くなるよ言えば言うほど満喫の印象悪くなるよ謝った方がいいってみんな思ってるからいいっすよいいっすよニコ生を乗り越えてきてんだよお前はいお前みたいなさぬるま湯を出身じゃねえのわかるここはアイリさんふわっちだからあくまでニコ生と関係ないんですよクソつまんねえよなお前のリスナーって何もついもあるの知らねえんだよ結構結構でコメント面白いって言われますけどね。だって、さんとこ一致とか AKP しか言わないじゃないですか。リスナーが多いんや、てめえのリスナーは。はい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 。はいはい。リスナーが多いよね。はい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 。おいおい、すげえ思うわ。はい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 。中身はい。お前何が言いたいの聞くんだよ。じゃあ300人いたんでいくよ。答えないの。あ、お願いします。お願いします。開封するよ。じゃあ、アイラ、ルール説明ね。悪い方が謝罪するっていうことでオッケー？アイラは。来いよ、かかってこいよ。いくよ。5、4、3、2、1。どうなってる？いや、マンキスは謝って。結果出たから。なんでアイラさんが悪いになってるじゃん。どう考えても。いやいやもうこれはマンキスを謝ろう。なんで？ねえ、アイラ。なんでよ、アドさん。そこはちょっと待ってよ。これは俺。そこは待ってよ、本当に。アイラどう思った？アンケートの結果。なんで俺もしょげたのちょっと待って俺が謝る、うん、だがいけないこれはいやこれもう別じゃん
だって、なんで俺、うん、お前なんかやっただろ、ワード。俺はやってないよ。お前入れろよ、じゃあ。俺も入れんの？もう入れたんじゃない？入れんだよ。あれだよ、マンキス謝って傷ついてるから、アイラ。いや、これはちょっと。アイラ傷ついてるから、マンキスを。マンキスを。はい。アイラが今、まあね、確かに傷ついたから、小声になっちゃったから。過疎なのに、確かにちょっと調子のためはありますよ、そこはね。確かに。いや、この感じな、うん、もうつまんないんだよな。わかるんだけど、つまんないよ。何がですか、とにかく。でも、でも、結局でも勝負した、勝負で負けたんでしょ、アイラさん。いや、みっぽい。ねえ、マンスリー1位のアイラさんともあろうお方が負けたんでしょ、早く。謝ってよ、早く。マンスリー1位のにもかかわらず俺に負けたんでしょ。じゃあ謝ってくださいよ、早く。マンスリー1位だ、やったー。俺1位なの？1位ですよ。謝って。1位じゃないよ。いや、先月も先々月も1位だったでしょ。いやいや、ずっと1位。ずっと1位。お前が1位だよ、マンキスを。いや、いいから、そんなのは。早く謝ってください。いや、お前だろ。どっちだよ、1位なの。いや、あなたですよ。いや、違う、お前だよ。そこは不動の1位でございますよ、クラインさんも。最近すごいと思いますよ。お前だよ、1位なのは。いや、ダメ、ダメ。お前でしょうが。いや、そこは、そこは勘弁してください。そういうの勘弁してください。え、なに、アイラは謝らないの？アイラ、アンケートの結果謝らないの？いや、だって、マンキスが1位なんだもん。どこがですか、だから。いや、俺謝るよ、マン。あの、バトン。うん。マンキスが1位なんだもん。謝ろ、謝ろ。男らしく。1位だろ、マンキス。2月何位よ、マンスリー。いや、下ですよ。いやいやいや、いく、いないよ、っつってんの。30何位ですよ。嘘つくな、バカ野郎。多分その、そんな感じですよ、確か。うん、いや、嘘つくな、バカ野郎。いや、嘘つきませんよ、別に。だから、嘘つくな。うん、じゃあ何位ですか、僕は。じゃあ、じゃあ分かった、分かった、こうしよう。アイラは1回謝るから、マンキツは全部謝って、はい、あの9回謝って。分かりました、うん、謝れ、はい、で先に謝ってください。いや、先にマンキツを。どうも。いや、絶対謝る。今までの9個のこと謝って、うん、9個って何ですか。ちなみに9個なんかあるでしょ、悪いことしたでしょ。天のマンキツ、分かる、うん、9個ぐらいあるでしょ、はい、アイラに。俺がニコ生で使ってるの、和道は知ってんだよ、はい。いや、僕も、もう散々やっぱ好きだったから YouTube 見てますよ。いやー、うるせえって、てめえは何も知らねえんだよ、ね。いや、見てきたぜ、YouTube で、あなたの全部。お前は知らねえんだよ。いや、はい、じゃあ知りません、じゃあ知りません。お前みたいな、どうでもいいんだよ、はっきりけど。だからどうでも、ね、どうでもいいんだよ。どうでもいいんだったら嘘つく必要なかったでしょ。いやいやいや、じゃあ。だからアイラは画面つ、分かった。アイラはね、画面つけてちゃんと謝罪するから、マンキツオさんは、お前みたいな、どうでも、いやいやいや、違う違う、一回喋らせて。お前どうでもいいんだよ、お前。お前みたいな、どうでもいいんだよ、お前。はい。分かるか？はい。どうでもいいの、マジで。はい。だからてめえがよ、何言おうがどうでもいいんだよ。はい。うちにさ、キツネでコメントが、マンキスって上がるたびに忘れてんだよ、俺。あったー、はい、いたな、みたいな。はいはいはい。もうどうでもいいのよ。え、それは分かってますよ、全然。自分では自負してますよ。本当に悪い、もう申し訳ないけど、閲覧と関係ない。お前はどうでもいいの、俺からしたら。分かってますよ。うん、だからさ、謝っても欲しくない。もう、別に興味ないのよ。いや、だから興味ないんだったら嘘つく必要なかったですよね。何の嘘？だからまた来る、この話になる。もうループになっちゃうから。もう、いやだから前の話はフォローしたじゃんって話を。だから絶対にしてませんよ。誰がさ、嘘ついたの？知らないよ。いや、あなたが言ってきたことなんだから、俺に言われても困りますよ、誰がとか言われても。だって言われたもん。いっぱい。じゃあその人、じゃあ呼んできなさいよ、じゃあ。ほら、そうなるだろ。はい。どう呼べんだよ。いや、知らない、あなたが言い出したことなんだから。え？あなたが言い出したことなんだから、そこは。だから呼べねえだろ。いや、じゃあ言わないでくださいよ。バカなの？じゃあ、ワドウ聞くけど、うん、ワドウが誰かにブロックされました。モモナナ、うん。もしくは、もう、ヨッサン。ヨッサン、うん。ぐちぐちずっと言う。いや、言わない。俺、ウナにブロックされてるけど言ってないじゃん。俺もそう。うん。俺もいろんなやつにブロックされてる。うん。でも、ブロックされてたらなんでか知らねえけど。で、終わり。いや、そうでしょ。
だってブロックされた方が悪い。こいつ言ってんだよ。いや、ブロックされた方が悪いんだよ。違う違う違う、マトさんそこは違うよ。だからアイレさんが自爆で言うから俺のこと、俺言ってないから一言も。ああ、ね、ブロックをされる方が悪いんだ。うん、いや、それはいいですよ。ブロックされてもいいですよ。てのなんて、いや、さっきの時、自爆で言ったじゃないですか。じゃあさ、いいか、キツオ。はい。てめえのこと二度とまた出せねえから、てめえもわざわざ出すなよ。いいか。わかりました、わかりました。いいですよ。はい、じゃあ、お疲れ。じゃあ、消えろ。だから、その代わり、謝ってください、だから。何をよ。だから、嘘ついたことを。だから、嘘つけえから。いや、困ります。さっきあたり、最初認めましたよ。てめえ花火師フォローして帰ったろ最初。いやだからフォローしてないからって言って。あ、なんかあれだわ。アイラが全部悪いわ。今気づいたわ。今の一言で気づいた。アイラ謝って。いや、これ今の一言で気がついた。アイラが悪いわ。うん。うん。アイラ謝ろ。これ。今ので気づいた。ごめん、満喫を誤解してたわ。あ、俺誤解してたわ。はい、うん、今の一言で気づいた。はい、アイラ謝ろ。うん、いや、いいよ。じゃあ、キツオカのみ言ってくれよ、言いたいこと。いや、だから僕も十分言いましたからね、アイラさんも。そういうことだったんだ。ただ謝罪が欲しいだけですよ。やっとわかったわ。マンクスを全然悪くないわ。うん、最低だわ、アイラ。うん。アイラ、謝ろ。キツオはそれで十分だ。うん。え？アイラ、よくないって、そういうの。ひどすぎるよ。いや、キツはそれ十分だし。ひどすぎるって、ひどいよ。うん。あ、なんか言って、マンキツオさんも。謝った、ねえ、みんな謝った方がいいと思ってるよ。はい、ですよ、あ、いや、ムカつく、その態度。謝って。うん、何、今の態度。マンキツオ、何、その態度。謝って。ちょっと、僕、今何しました、何、その態度。真剣に話してんのに。それは謝ろ。全然いやいや、何、その、こ、何、その、うん、何、なんで今噛みついたの。そういう方はなくないてませんよ。どういうことですか。いや、なんか俺はアイラの方が正しいような感じするよ。そんな態度取られたら。いや、もうこれもう何、アスペの集団なんですか、これは。ねえ。もうしんどいですよ、僕は。今何、アスペの集団。アスペの集団って言った。はい、はい、言いましたよ。出た、出た。何ですかって、はてな。はてなですよ、はてな、あくまでも。ねえ、これ何で揉めてんの。だから花火師を取ったか取らないかっていう話ですよ。僕の花火師っていう言い方も。ちょっと待って、なんでここで話してんの。俺のことはいいです。だって。いや、マンツをさ、なんでここでそんなことを言ってんの。はい、いやー、いや、だから僕、和道さんにも最初言いましたよね。いやいや、空気思うよ。なんで俺の枠でいきなり喧嘩してんの。いや、だから僕、でも和道さんに最初、ちゃんと承認取ったじゃないですか。いや、いいけど、許さねえ。アイラに怒ってる話をなんで俺の枠ですんの。いや、だから僕ね、言ってもいいですかって、ちゃんと俺のリスナーさんに謝って、俺のリスナーさんに謝るべきじゃないの。それは全然謝りますね。和道さんのリスナーさんすいません。いや、それ謝られたら、そういう謝るんだったらアイラが悪いわ。アイラが悪い。アイラ謝ろ。アイラが悪い。アイラ謝ろ。俺も一緒に謝るから。アイラ、大丈夫、勇気出そう。マンキスを許してくれるから。アイラ、謝ろう。うん、わかるよ。俺も一緒に行くから。マンキスをと一緒に頭下げるから。行くんだよ。いや、ちょっと何、なんかあんの。なんかでもずっと同じこと言ってますよ。どうでもいいの分かりましたよ。もう嫌いだから。はい。いやいや、お前さ、お前まともに喋れる今。俺全然、まともに喋ってます。いや、嫌いなのは分かってます。だからそこは関係ないですよ。だからペラペラ喋るお前が嫌いなんだよ。何ペラペラ喋るって。黙れ一回。いや、今、お前アメリカ人と違うの空気読めないんだよ、てめえはよ。あ、はいはい、すいません、そこはね。空気読めませんね。はいはい、だったら黙ってろよ、この野郎。じゃあ、早く言ってくださいよ、じゃあ。アメ人はさ、とりあえず全部を聞くじゃん。で、俺の真似もしてるけど、それは俺はアメ人だから、アメ人好きだからいいんだよ。お前が嫌いなのはさ、いや、お前なんかさ、鼻につくんだよね。お前なんかさ、
なんかなんつんだろう、お前ってなんか全部をなんかこう、なんか気持ち悪いんだよな、お前な。いや、だから気持ち悪いでもいいですよ。だからお前のリスナーも気持ち悪いじゃん。ね、そこはすいません、あの、謝ってください。リスナーは関係ないでしょ。リスナーが気持ち悪いじゃん。なぜ、どこが？んー、いや、気持ち悪いじゃん。で、どこが？いや、だってもう、なんかお前のリスナーってさ、いちいちさ、満喫応援しろよって言ってくるじゃん。俺の質の悪いんだよ、お前のリスナーって。どういうこと？アイルさんの枠で、アイルさんの枠で満喫を応援しろよって言ったんですか？うん、見に来てる何人も。アイルさんに対して、ま、満喫を応援しろよって言ったんですか？来てる来てる来てるよ。バカでも知ってる。みんな知ってるよ。どういうふうに言ったんですか？じゃあ。だから、てめえが早くできねえんだろ？でそれだってブロックされてるんだからそれハードもクソもないでしょ。あなたがブロックしてるから。カソの帝王だって。あなたもカソでしょ。そこまで閲覧ないじゃないですか。はい。あれ聞いちゃった？相田さん。いや じゃあ普通に聞いてる。はい。いや聞いちゃったその聞くじゃなくて。聞いてると聞いちゃったがお前なんか似てるよ。うん。うん。どうしたの？だって閲覧でもそこまでめちゃくちゃじゃないじゃないですか。別にその大差はないじゃないですか。最近雑談だったら。うん。じゃあ僕に対して貸そうって言うんだ。お前の知らないよ、お前だって。はい。まあブロックされてましたからね。その閲覧も見ないですよね。僕はないです。影響力はないですよ。じゃあダメじゃん。うん、いやだからダメだから今必死こいてやってるんじゃないですか、配信を。だからダメじゃん。影響力ないとダメだよ。何それ関係ないでしょ。ワードをいじるとこなのにお前分かってないじゃん。じゃあいじってみ、じゃあ先輩としてその手本を見せてください。ワードさんのいじりを。やってるっていうとこいじろよ。お前分かってねえじゃん俺。じゃあアイデさんからどうぞそれは。5分前ぐらいから俺はこいつをいじって、サコトとしてや、うん、目の前にいたらとりあえずなんかいじ、もうなんかもう殴ってる時やけど、それお前分かってないじゃん。うんどういうこと？じゃあいや分かってないと思う本当に。手本いや本当に俺のボケをこう分かってないそういうところあると思う。話ね、そういうところはある。まあそういうところが全部あるんだと思う。まあそこは確かに配信上だから確かにそこは悪いなって今言われて思いましたね。本当に、ね、本当に、うん、だからワードじゃあワードだからアイラが怒ってるのはそういうところだよ、うん、本当に。ワードアイラが全部正しいと思うよ。うん、はい、うん。早くだから早くすいませんって言っとけばよかったのに。うん、すいません謝るだろお前。いや、だから、和道さんにはすいません、そこは。和道さんには。いや、もういや、あなたが一番長いわ。ほんとにや。だから、とにかくもう、あのさ、アイラさん、あの、もう、謝罪一つくれたら僕もいいから、ほんとに。お願いしますよ。うん。お願いします。どうぞ。じゃあ、分かりました。いやもうね、じゃあ、アイラさん、分かりました、ここは。僕、いい案を思いつきました。いや、やっぱアイラさんって、っなかなか。いや、お前さ、はい、一つごめんだけど、うん、お前って誰かの放送に上がってる感覚ないの？いや、だからそこさっき、ワドウさんに謝ったじゃないですか、だから。今は、ね、だから、ワドウさん寝てますよ。もう一回ボケてんじゃん。はい、だから僕、そこは先輩が手本見せてくださいよって言ったじゃないですか、そこは。ね、そうでしょ。うん、分かった分かった。そうなんだな。はい。いいよ、じゃあワードもう一回よ。俺が手を見せてやる。じゃあ。いやもうトイレ行ってるからワードさんも。マンキとうるせえからよお前よ。トイレ行ったじゃねえかよお前よ。ね、だから僕ね最後にじゃあね。てめえじゃワードさんが。上がってこいよお前。いやだからもう今十分喋ってて。だから何回も申請出したって言ってるでしょ。俺の枠って言われよてめえ。何回も申請出しました。ね、だから来てねえって。てんだよ。やってます。100% 出してます。だから嘘つくなよお前。全部話すぞ。また嘘つくのそういうとこ。おめえだよバカ野郎。はあ。お前俺全部あげてたよ。知らねえ。いやいやいや。あげてたんだぞ。いやだからずっと申請出してました。あなたがブロック解除した時から。誰だよバカ野郎。のりこさんお久しぶりでございます。だそれがつまんねえんだっててめえ喋んな。なんでだから俺ダメだよ満喫は。だからなんでのりこさん満喫をつまんないからお前。つまんないんだよ。そうだよ、はいはい、アイラ様は何にもあるから。誰だよお前。
アイラ様悪くないよ。ってくのワード誰だよ。アイラ様何にも悪くないよ。前から来てんじゃねえかよ、てめえ。前から、アイラ様悪くない。前後ろからじゃ、頭の上じゃない。前から来てんじゃねえかよ、てめえ。おい、ノリコ。ん？前から来てんじゃねえかよ、お前。前から来てる？ハゲてねえのか見てみる。よくレビーに対してそんなこと言えるな、本当に、あなたは。アイラ様何を言っても悪くない。ノリコ、久しぶりな。うん。近くで見せてみろ、お前。来てんじゃねえか、前。前から来てんじゃねえか。前から来てる？来てんよ、前から。やべえ、映った。もうちょっと、もうちょっと、いや、わかんない、わかんない、まだわかんない。いや、ノリコの髪型が、髪型によるからわかんない。ああ、来てないかもしれない。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと近く。あ、来てねえわ、これ。もう近くで。ハゲてない、全然。全然ハゲてない。これは来てない。全然来てない。ノリ、ノリちゃん、もうちょっと近くで。これ来てないわ、多分。これ来てないよ。来てんじゃねえか、来てんじゃねえか、前からか、バカ野郎。いや、これはしんどい。来てんじゃねえか、前から。これはしんどいわ、ちょっともう。は？マジで何言ってんの、まあ、満喫はいいんだよ、言わなくて。はい、すいません。森田さん、すいません。つまんない。はい、つまらんす。大変やの、黙って。はい、はい、つまらんす。つまらんす。まあ、そこはつまらんすよ。いや、だから、でも、最後に言わせてくださいよ、じゃあ。じゃあ、最後に、最後に、ね。アイラ様に謝って。アイラ様が、ね。アイラ様に謝って。だから、早く。ね、アイラ、おく、いいとこ。早く。アイラ様に謝って。いけるよ、これ。満喫は。いけるよ、これ。ほら、アイラ様に謝って。これは反則だわ。これは反則だわ。まあ、無理。無理よ。無理に決まってるでしょ、命の母出されたら。早く、ね、アイラ様に謝って、早く。更年期なんでしょうけど、そこいじれないわ。そこはずるいよ。アイラ様悪くないの。マジっぽいんだよ、てめえは。いや、そこはずるいって。アイラ様何も悪くないんだから。そこがマジっぽくて、なんかつまんねえんだよ。いや、何マジっぽくて。つまんねえんだよ、どっか突っ込んとこねえのかよ。いや、ありましたけど、ありましたけどね、それは。お前さ、ノリちゃんがマジに命の母飲んで。そうだよ、はい、マジで飲んでんだよ。てるってマジの感じでやってるじゃん。お前、悪、はい、悪意があるのお前なんだ よ、 だよ。なぜですか。悪意の塊だな。ネタとして取り上げる方がマジじゃねえんだよ。あ、そこはなるほどな。デックする方がみんなマジ捉えんだよ。いや、なかなかそこまで言え、女性には言えないよ、でもそこ。飲んでるよ、バカ。あ、みんな飲んでますか。なんでそこいじれねえの。まあ、でもアイラさんも飲んだ方がいいんじゃないですか。すぐピキるから。え？いや、アイラさんも。そこが面白くねえわ。なんで。いや、なんかさ、いいんだよ、アイラさんは。なんかそういじれないんだお前。いじり方下手だよ。だから僕はだから最後に言いたいことがあるんですよ。とにかくね、なかなかアイラさんも謝りにくいだろうが、アイラさん理由のね感じで僕行きたいと思いますよ。ね、アイラさん、アイラさん理由の感じでいきますよ。いいですか、うん、アイラさんね、どうしても謝罪を言いたくないんだろうけど、せめてね、そう、最後の最後、ね、アイラさん、満喫をに悪いと思ったら、落ちくる、悪いと思ったら、落ちくる、ね、落ちくる、落ちくる、まあ、それ言っちゃ、なんで潰してんのそれ、俺を。はい、いや、落ちくるだろ。いや、だから、ね、悪いと思ったら1位だって言おうとしたんですよ。落ちくるよ、はい、ね、はい、1位だ。悪いと思ったら1位だ。アイラさん。え？何？アイラさんが、いや、だからアイラさんが1位って言ってくれなくてなんないの、ここは。いや、だから、落ち言えやつ。いや、だから、あなたが謝罪をするとこなの、ここは。え？意味わかんねえ。意味わかんねえ。だから、アイラさんが悪いと思ったら1位だって言ってんのよ、そこは。アイラさんが。もう、ただだるい。いや、ごめん、違う。マンクスと違う。ただだるいわ、うん、何ただだるいって。ただ俺は別に売名しに来たわけでもなく、ただ謝罪を求めたかっただけなのよ。いや、本当に、いや、もう違う、もうきつ、女なんか、ただめんどくさい。のりこさん、ちょっともう、アイラさん88発殴ってよ、もうまた。88発殴るのはそうして満喫をだよ。なんで命の母を出されたら、俺がやったらなんていうか、お世話してやる。ほら、のんちゃんもう誰か病院行こう。病院行こう。のんちゃん病院行こう。のんちゃん病院行こう。のんちゃん、のんちゃん。ありがとうね。
それじゃあ、ね、薬飲むんだよ。だったら俺の、お前さ、開始が全然できてん。いやいやいや、ワードを出てきちゃダメなんだよ。いやでも今ののりこさんに関してはもう悪いなって、だからアイラさんじゃ一緒に謝ろう、ワドさんに。いやのりちゃんちょっとおいのりちゃん。いやもうアイラさんじゃもうのもうのりこさんとワドさんに謝ろう。俺の回想を見せてやるから。いやもう遅いからもう。俺の回想を見せてやるから。のりちゃん。のんちゃん呼ぶの？のんちゃん呼ぶのアイラ。いやほらワドちょっと怒ってるよ、のんちゃん呼んだら。いいよ、のんちゃん呼んでくればいいの？うん、じゃあちょっと怒ってるけど。のんちゃんと喋り、のんちゃん。のんちゃんアイラが喋りたいんだって。てめえのせいだからな、お前。なあ、私生活乱すなてめえ、このやろきつ、ほらほら、満喫は、ほら私生活乱すな、バカ野郎。あ、ちょ、のんちゃんごめんね。うん、あの、ちょっと、命の母出してもらえる？命の母？しまってきちゃって、早く命の母取って。人がつまんようで言ったら、俺が面白い返ししてやるから。よし、出した時に面白い返しね、俺がやってるから。命の母出して、初めて風で出して、初めて風で今出しました、みたいな、初めて出しましたみたいな、さっき出した感じで。テーブルの上じゃないの？キツオは引いてたけど、俺は引かないから。のんちゃん、わこつ、あのワードどこ行ったのよ。何でしょ、のんちゃん。いいの？え、それ何それ、何、ちょっとまあピントが合ってないよ。もういいの、しろーと、お前って、お前なんだお前は、それこれ飲まないと。ふざけんなバカ野郎、お前お前ふざけんなバカ野郎命の歯がって、お前バカ野郎、お前この野郎、ワドを出してこい、お前早く、ワドさん、バカ野郎、ワドを連れて、お前ふざけんな命の歯ってバカ野郎。これがマンスリー1位の笑いでございます、皆さんね。やっぱアイラさんはいいわ。マジしねえからな。アイラかっこいいね。アイラさんかっこいいわ。アイラかっこいいね。うん、よいしょ。ない、ワド来たー、ワド来たー。いやもう全面的にマンキツオが悪いと思うよ。ワド来たねえのか、キツオ。全面的に。和道さん、はい。だからさ、お前。何、和道さんには悪かったです。閲覧も下がりました。いや、もうね、だからね、配信者で面白いことできないやつは罪なんだよ。わかります。そこは罪ですよね。そう。ただ僕は、500人を見ていて、500人見てて、うん、その、エンターテインメントができなかったらもう罪なんだって。まあそうですね。うん、うん、ね、ただ僕は本気でちょっと怒ってたから、そこはしょうがないじゃないですか、うん、いやもう本気で怒るんだから、インターネットで怒ってることに本気で怒るのはダメ、うん、だって僕からしたらインターネットも、うん、はいはい、いやもう、じゃあワドさんとね、ワドさんのリスターさんとすいませんでした、本当に。そう、インターネットの、ネットの配信者のやることに怒ったらもうダメ、はい、うん、はい、そうですね、うん、これからは、だから、うん、だ、俺の言うことも聞けてめえ。いや、アイラ謝ろ。はい、そうですね、じゃねえんだよ、てめえ。いやいや、アイラが悪いよ。おい！いや、アイラでしょ、今回は。俺悪いのか？じゃあ分かった。うん。俺悪いと思うやつ1だ。俺が悪いと思うやつ、謝ってやるじゃん、1が終わったら。謝ってやるじゃん。謝ろ。いや、謝ってやるよ。うん、アイラは謝ろ。謝ってやる。うん。アイラが謝ったら満喫を引退するって。いや、引退しないよ。遅いよ。いやいや、違う、そんなこといらない。不純物いらない。俺が謝ってやるよ。以上、じゃあ、顔出そう。うん。謝るか顔出しよう。一がすごい。うん。してる。いや、もうみんなアイラが悪いと思ってるから。よし。面白くなってきたな。じゃあ、言ってやるよ。来た。もうお前らうち終わった？まだ売ってるよ、うん、まだ売ってるよ。いや、投げ、いや、まだ売ってるんだよ、うん、こいつらすごくね、人数多いからね。じゃあ分かった、言うよ、うん、1って売ったやつら全員に言うわ。ワードがさっき言ったな、謝れって。
うん。石が打ったやつ全員入。うん。うん。人のわけだし、あの、うん、和道が打ったし、うん。石って打ったやつが全員入。ちゃんと。いや、ちゃんとよ。ちゃんとよ。ちゃんとよ。心構えだから。うん。すみません、ごめん。カメラもつけ。いや、もう顔は映さなくていいから、あの、手とかさ、いやいや、足とかだけでいいから動画、カメラつけよ。カメラつけよ。やっぱ、本気かどうか伝わるから、顔はいいから。うんうん、とりあえず言うけどさ、すべて本当のこと言っていい？いいよ。これ本当のこと言っていい？いいよ。本当のことを言っていい？ダメに決まってんだろ。何これ本当に。何ですかこれは一体。もう今謝るとこじゃないですか今どう考えても。いやいやいや、本当のこと言っていい。だから今から言ってんじゃん。そう、マンキツオの悪いところそういうところなんだよ。あーそこは今アイラ謝る気だったのになんで潰すの。いや今アイラ本気で謝ろうとしてるのに。ねえ、やる気なくなっちゃうよね。そこはすいません。そこはすいません。ガチだよ、お前、うん。ごめんなさい。今いいとこだったのに。いや、ここは やるとこかなと思って。俺なりの間があるだろ、和道も分かってる間がよ。はい、はい、はい、すいません。ダリーな、お前、本当に、はい。すいません、早くどうぞ。ほんとつまんねえわ、こういうやついたら。いや、まあでも。うん。1位すげえ多かった。うん、やばい現実、うんうん、あのね、うん、1って言ったやつ全員な、うん、俺が今から配信する配信に1つかけてこい。で、うん、いやいや、しゃべんな、これ以上しゃべんな、誰もしゃべんな、誰も誰もで全員かけてこい。その代わり俺が1分しゃべらない、全部黙って聞く。おお、いいじゃんいいじゃん。全部黙って何も喋らない。要はアイラの悪いところとかも全部聞くと。アイラ反論しないで全て聞く。いいじゃんいいじゃん、ね、コラボ上げればいいの。うん、うん、オッケー、じゃあコラボ上がってきてください。悪口でも何でも全部聞くって、全部受け入れるって。1分間1人1分間。あとまだある。うん、じゃあ大丈夫。うん、うん、オッケー。じゃあ、うん、あのアイラにかけたい人はコラボ上がってきてください。大丈夫。うんうんうん、オッケー。じゃあまた会いましょう。うん、はいはい。え、何もう終わりでいいの？何が？いや、だからアイラ呪縛やるんでしょ？何が？いや、何がじゃなくて、呪縛で突末やるって今。え？知らない。わかんない。うん。突末やんないの？うん、いや、ダラダラしたい。ダラダラしたいのね。うん。ダラダラしていいよ。うん、ダラダラしてる。うん。っていうことだから、満喫を。もう、精神誠意。うん。精神誠意伝わったと思うから、はいはいはい、マンキスをじゃあ最後に謝って、うん、え、なんで。いやでも和道さんと和道さんの枠のリスナーさんに、いや、アイラに、アイラに全面的に、いや、全面的にアイラに謝って。だから頭痛くなる。お前細かいの、お前、うん、細かくてもいいよ。俺細かくてもいいよ、全然全然細くてもいいわ。いや、俺らじゃなくてアイラに謝ろ。いや、だからそういうところだから、マンキスを。そういうところだから。そんなところでもいい、もう俺は。もうそういうところが本当に本当に良くないよって。俺らじゃなくてアイラに謝ろ。嫌だね、謝らないね、謝らない。これ完全なる尋問誘導だもん。いや、綺麗よ。なんでそんな、何、子供の頃嫌なことあったの？子供の頃ないです。子供の頃なんかあったら分かる。逆にアイラ、アイラ黙って。逆に配信に来てからアイラ黙ってね。いっぱいいましたよ。マンキスは俺は味方だ。満喫を聞けよ、俺は味方だよ、はい、な、はい、子供の頃何があったんだよ。何もないです。
いや、あ、おめ、俺には隠さなくていい。俺は分かってるから。いや、本当に配信に来てから。いや、いいから、アイラちょっと黙って。からね、うん、何、うんこ漏らしたの？うんこは、うんこは漏らしたことあります、2回も。でしょ？でしょ？はい。だから、それでいじめられてたんでしょ？いや、大人になってからですね。マーク、ワド、はい、僕マーク呼ぶわ。え？だから、ワドが調子乗ってるっつって、一回呼ぶ、呼んでくるわ。どういうこと？ちょっと僕怖いんで落ちますね、それね。落ちますね、めちゃくちゃ怖いんで。いや、なんか。すいません、なんか。はい。ワドがね、生きがってるっすね、僕は。あれ、ワドなんか、ちょっと。なんで笑った？めんどくせえな。じゃあ、マキソさん、お疲れ様です。ありがとうございます。すいません、お疲れ様でした。うん